おいしい登山始まるよ。じゃーん、本物はこれだよ。時刻は9時4分。おはようございます皆さん。今日はここ、どちらですかね。播磨下里駅。ちょっとすごいとこにやってきました。播磨下里駅、なんと片道3時間もかけてやってまいりました。北条鉄道、はい、今日はここから、お役方、はい、はい、葛西アルプスへ行きます。葛西アルプス、はい、葛西アルプスぐるっと、何やったかな、笠松山、行ってみよう。じゃあ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 、いやなんかね、あの職場のね、あの人にね聞いたんですよ、給食の同僚に。ここ岩場があって短いけどすごく楽しいコースやでっていうことで、情報いただいてやってきました。あ、こっちあるわ。ん、何がある？地図。あ、ほんまや。楽しんでいきたいと思います。駐車場へ。あ、なるほど。お車で来られる方はこっちに停めさせてもらえるみたいです。それを通りを渡ってすぐこう、危ない。飛びます。飛ぶ。大手門登山口、はい、時刻は9時16分。距離は駅からちょうど1キロとなっております。はい、この登山道には南北朝期の山城の遺構と思われる遺跡が、あ、石跡が多数見受けられます。未調査のため、やって、もうね、暑いというかもはや痛いね、日差しが、うん、アプローチも1キロほどでね、割とすんなり来れました。で、ちょっと急な坂を登り終えるとこんな風にね、木々のトンネルになっててもう、あ、涼しいって感じですね。嬉しい。もう痛いぐらい日差しが強い。真夏の登山は結構危険ですね。その蜘蛛の巣の棒めっちゃ短ない。このぐらいしとく。短いって自分でも思ってる。これか。おすごい。木漏れ日ロードです。うん、はい、1番。9時23分、1.25 キロで、この関数字のね、1234ってずっと続いてるらしいですよ。これ1です。これだけ見ると、ん？って感じだけどね。割と A ペースで出てくるらしいよ。はい。ふんふんふん。はい、2番。もうね、数秒、もう1分も経ってない。2番。もう取ってついてきてください。3番、すぐですよ。1、2、1、2、1、2、1、2。はい、3番、9時26分。はい、1.3 キロ。
どうしたの棒。ほら持ってられへん。はい、9時26分4番。1分経ってないってことね。1.36キロ、4番。9時31分 1.5 キロ。見てるやん、なんか5で稜線に出ましたね。あの岩肌とかいい感じやね。こっちを見てごらん、こっち。これやっぱ低山ならではの良さやな。町の近さが、うん、ね、これで稜線やで、すごいね。すごいな。時刻は9時41分、はい、1.9 キロ、はい、駅から38分できましたね、うん。笠形山って行ったとこやん。千ヶ峰は行ってないね。あー、あれや、うん、ほんまに笠の形や。近いな。なんか縦走しようと思ったらできるな、町越えて。何、ここは関係ないで。いや関係ないけど、あれとは。いや関係ないけど、できへんできへん。かわいい、かわいい。これ見て、これもめっちゃすごい、うん。次は笠松山方面に向かいます、めっちゃ近いで、マジ。なのにこの岩肌っていうのがまたね。雲が夏って感じの。あ、吊り橋コースって書いてあるよ。はい、はい、吊り橋コースに向かうんですね。はい、はい、すごいいい山やね、うん。景色がいいのがいいね、うん。おお、あの前の山か笠松山ね、え、うん、すっごい尖ってて道ついてるのが見えるわ、うん、これはすごいね、うん。なんか想像しなかった景色がね、目に飛び込んでくると本当に楽しい。ずっと一本道続いてるよ、これ。ほんまや、行ってみよう。行け。感じ悪っ。ところが、ここ見えてる。ほんまや、見えてる見えてる、うん。はい、時刻は10時3分、距離は 2.7 キロ、はい、吊り橋に到着しました。ちっちゃい吊り橋。いやでもね、足場はざれてて歩きにくいとこあるけど、全体ってすごくよく整備されてて、うん、吊り橋もよくメンテしてあるし、ほんまにね、あの維持にお金かかってんなって。ちょっとこれ怖いよ、ここ、うん、ね。あ、下通れるようになってるわ。あ、お前下道や。しかもバイク通ってる。うん、え、なんか仏さん見えるのこれ。まがい仏。どこ
上りということやな。そうやな、うん、こっちから上りです。だいたい鎖があったら鎖に引き寄せられるんやけど、実はこっちの方が上りやすかったですね。楽しい。すごいとこ通ってきたみたい、うん、あ、いい風が抜けるね。 あこっちについてる。あったの、小屋みたいな、うん、あっちにもあったで。あそこにおるわ、なんか。さっきのほらだるま大使。なるほど。何キロ？ですね、ちょっと待ってや、10時12分、はい、3キロです。あ、これトイレあるわ。あ、へ、自販機まであるで。うん、この部分だね。なんかやっぱ石がよく取れるんかな、石仏が見えるのかな。みんな優しい顔してはるわ。そこが半分ぐらい。え？あそこまで行ったら全工程の半分ぐらい。いやいや、もう3分4人ぐらいで。あそこ、ようこんだけ整備したよな。いや、空の色がまたね、綺麗よね。いや、気温がもうちょっと低かったら快適そのものやと思うんやけどね。なんせちょっと暑いっすね。暑いっす。うん、あ、寿司。ねえ、秋になったら全部こうするのかな。知らん。やれ、飲もうか。あ、めっちゃ可愛いベンチが。そんな低山やと思われへんの。まあ、笠松山、時刻は10時37分、3.7 キロ、はい、かわいい山頂ですよ、これ。めっちゃ高いところに残ってるんですよ。なあ、ここで、わあ、いい景色、ここで記念撮影しよう。ダムのこっちから降りてきて、こっから登ってきましたで、はい、展望台に登って、このまま行くと神社方面、熊野神社方面に行くみたいなんですけど、はい、我々はダム方面に住みたいと思います、はい、
それ10時54分、4キロジャスト4キロたった4キロかって感じ素敵な集まりや、はい、今日の美味しいリンゴそして、サンデーで買ったブドウジュース、うん、もう1本100何円なんですけども10倍ぐらいの値打ちに感じます凍らしてきました、うん、むっちゃ美味しい残ってんのちょっと氷残ってるうんこれでうん、かっこいい山やね。すごい段差ですよ。ちょっと高すぎひん。これ。よいしょ。うん。せって感じ。うん、はい。時刻は11時9分、4.4 キロです、はい、また車道に出てきました、はい、いやすごい眺めやったね、うん、わずか200-300の低山とは思われへんような雄大な景色でした、うん、でもちょっと降りるとあれ車道町みたいなの不思議なねどうしたかね大野アルプスとか播磨アルプスとやっぱり似てるね近くやからそうだね岩質とかね、うんいやでもなんか予想もしない景色がどんどん飛び込んでくるから、うん、おおっていう感じの連続でしたあそこ降りてきた道やどこしよっとあの階段のあやっぱ、うん、へえほんまに丸見えよな、うん、あれが展望台になった傘の手間かなそうそうで形的に、うんうん、広いな風が抜けて気持ちいい背中広いなこれ広い広いだいぶ太ったろあのあれ牛やな牛の背って感じやな見てこのフォルム象の背やなサイつり橋です来た道が全部見えるっていうのが面白いね、うん、ちっちゃいつり橋こっちの方が標高高いんやなほんならあの辺よりなそうやな、うんあの左の道ずっと行きしな北道ちゃう。あ、ここ行きしな北道。あ、なるほど。はい、はい11時48分、距離は 5.7 キロ。はい、行きしなの道にご了承しました。ちょっとそんなに。こっちから。あ、危ない。こっちに行って。ああ、うん、すごいね、うん。なんか同じ道をね、こう合流したと思われへんぐらい変化に飛んだ道でした。はい、もう一登りあります。はい。そしてキロに作ってあります。はい。暑いわ。反対向きに行ってるって感じだね。はい。待て待て。あはっ。うん。イエスー。ワイルド。ワイルド。紐を助かりました。ジャスト正午です。ジャスト正午です。6.2 キロ。こっち？まっすぐ、うん、どっから来たかようわからない吉坊山はようさんおったけどその方がほとんどおらんかったな、うん、
かワイルドな道はね、すごい眺めです。またすごい山あるであれだおいいロープやなこれほんまやね、大丈夫って感じのすごい稜線を歩けることになりました。ほんまやな。ちなみに12時21分 6.7 キロです。はい、ことない距離なんやけど、こういう風景になるともうええー、って感じよね。まさかこんなとこだとは。おお。難点は暑い。暑いな。激熱。なんか岩がよく暑い。そうやね。熱せられてなんかフライパンの上の卵になってくるよ。それ山頂か。これそうじゃん。山、何山や。ああ、なんかお花備えてあるみたいになってる。あそこのピューってしてある紐から降りてきたんですよ。立山ゾーンです。ちょっと想像だにしなかった道をいっぱい歩かせてもらいますね、これ。って感じ。はい、時刻は12時40分、距離は 7.5 キロ、下山してまいりました全坊山。いやー、奇想天外コースで面白かったですね。こっちから登山しても面白いようなコースですね、これ。そして我々はこれから結び茶屋というお茶屋さんに向かいたいと思います。はい、行ってみよう。距離は 9.2 キロです。結び茶屋さん。わあ、看板見て、めっちゃ可愛いよ。帽子の上が結びになってんね。はい、かわいい。じゃあ早速行ってみましょう。はい。ちょっと150円アップなんですけど、おにぎり定食1000円プラス、はいはい、こちらは150円なんですよ。うん、セレクトできるおにぎりがちょっといろいろ種類があって、これですね、この海苔弁200円のやつが普通にセレクトできるやつなんですね。私ちょっとアップするバージョンにしました。白身魚ついてますね、海苔弁がね。いただきます。これはポン酢がかかってるので、
心地いいってこれ大葉チーン、うん、うまいね、うん、大根おろしがね、すごい粗めに切ってやっぱすっごい食べ応えがいい、うん、OK、うん、はい、2時6分です。おい、あのね、ええ感じに酔っ払いましたね。おむすびが大好きな人たちが作ったお店っていうのがすごくよくわかりました、うん、巻いてる海苔になんか塩がね、韓国海苔ほど油っぽくないんやけど全体に塩がかかってる海苔を使ってあって、ものすごいね、染み渡る味でした。鮭も焼いたのをほぐしてあったりとか、この海苔弁風をぜひ食べてほしい。もうこれはまさしく海苔弁が凝縮されたおにぎりやっていう感じの、揚げたての青のりのついたちくわの天ぷらとサクサクの白身フライ、そしてちょっとだけマヨネーズもうで、だし巻き薄めに切った、もう超美味しいおにぎりあった。私人生で一番美味しかったかもしれん、あの海苔弁風350円。美味しかった。でも出てくるの遅かった。あー、それはね、やっぱり丁寧に1個ずつ作ってるからね。でもね、お急ぎじゃなかったですか、すいませんでしたとかね、いろいろね声かけてくれてね、可愛い店員さんがね、ちょっと癒されましたね。あの、お、なんて、なんて言うんですか、めっちゃ急ぎでない時にぜひ訪れてください。のんびりした時電車の時間で慌ててはいけません。電車一本乗り過ごしてもらう、ウィックって感じね。1時間に1本しかあれへん。そういうつもりで来てください、はい、以上です。現場から以上です。すごいレトロな駅ですよ、これ。またすごい、もう三重の塔があって、あれ、今電車行ったとこなんか、時刻は14時20分、列車の発車まで30分以上あります、9.9 キロです。はい、あ、いや楽しかったですね。はい、リュウジさんどうだったんでしょうね。だいぶ赤ら顔、ビール焼けですか、日焼けですか。バテた。バテたんですか、うん、まさかしんどいんちゃうよな。しんどい。おー、うん、暑すぎたらしいです。暑い。おー、どこが一番良かったですかね。結び茶屋ですかね。結びのおまけのビール、おまけのビール。ありがとうございました、はい、それでは皆さんまた元気にお会いしましょう。またね。駅の待合室で2時間になりました。快適。なんかおしぼりまでつけてくれた。めっちゃ美味しそう。うん、軽い最高。